こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回は腕時計革バンド の切れ込み加工についてご説明したいと思います。切れ込み加工ってですね、例えばこういうタイプですね。左側のタイプが、こう切れ込み入れないと入らないタイプなんですよね。こちらは通常ですから、この幅合えばですね、もう例えばこういうタイプもつけれますので、こういうふうに入りますので、こういうタイプをもしつける場合ですね、これじゃつかないんですよね。この真ん中のこの部分を切らなきゃならないんですよ。例えばこういう加工するんですよ。こういうふうにすると、あとこのサイドからこのピンを入れて、であとこちら側のネジを今度固定してですね、こちら側を固定して、こういうふうに、あとこっちネジをつければこれで、こういうふうにこれで OK ですね。こういう感じでつけること可能でございますので、こういう加工をしてますのでですね、例えばこの幅、さまざまありますけど、幅とかの色、材質ですね、こうカーフもありますし、あとこういう、こういう型押しとか、ちょっとね、おしゃれになりますけどね、あと色も茶系とか、あとワニ、トカゲ、そういうさまざまなこの材質のもの、対応できますので、どうかよろしくお願い申し上げます。